水上博美水上博美から1932年3月26日は日本の政治家、第3代神戸市長。神戸港の執行に取り組み、第一期工事を実現させた功績から執行市長と呼ばれる。日後国出身。旧姓は斎藤。斎藤の海の子として、1861年8月12日、日後国に生まれる。 1892年3月、水上新平の養子となる。東京帝国大学卒業後、長崎県書記官、貴族飲書記官、大倉省参事官神戸税官長、横浜税官長などを経て、1905年9月27日に、神戸市長に就任。1905年3月17日に辞任した第二代、市長、坪野平太郎の後任は、 市会内の進歩等、政友会による構想が原因で難航し、2度の投票をもってしても決まらず、仲裁に入った神戸商業会議所会等、岸本豊太郎が、兵庫県知事服部トリ13、大蔵大臣、坂谷吉浦と協議した結果候補に上がったのが、水上であった。水上には当時神戸市が検案として抱えていた、設備面で、横浜港や大阪港に大きく劣る神戸港の、 執行問題を解決することが期待されていた。論文、神戸港の将来及び改良策を発表して、全国的な注目を集めた水上は1906年に、岸本豊太郎のほか金松久次郎松方孝次郎、川西清兵衛、直木清之助らをメンバーとする神戸執行委員会を設置し、坂谷義夫とのパイプを利用して、政府との交渉を続けた。 その結果同年12月の閣議で第一期工事が決定し、翌1907年に予算案が国会を通過した。同年9月16日に神戸港第4特定で非公式が行われると、神戸市内では長陳行列が3日にわたって続き、水上は執行市長と呼ばれるようになった。1909年7月に辞表提出。水上は 体調問題を理由に挙げたが周囲には唐突な辞任に移り、県知事服部との確執など様々な憶測を呼んだ。その後は日本酒造会長、明治神宮法参会理事長を務めた。1932年3月26日に死去。ありがとうございます。